おはようございます。レイです。1月27日金曜日の今日は、先進坑道が開通した日です。これは1983年のお話でありまして、津軽海峡の海底約100メートルの地中を掘って設けられたトンネルで、全長 53.85km は、交通機関用のトンネルとしては日本一であります。全長は約 53.9km であることから、ゾン5・3級の愛称がありました。交通機関用トンネルとしては世界4位の長さであり、海底トンネル及び峡域のトンネルとしては世界一の長さと深さを持つ交通機関用トンネルであります。1988年3月13日の開通時は世界一の長さを持つ交通機関用トンネルでもありました。青函トンネルの湖内行き方には非常に短いシェルターで覆われた湖内川橋梁、さらに長さ 1.2km の第一湯の里トンネルが続き、青函トンネルに一体化しておりまして、これらを含めたトンネル上構造物の総延長は約 55km になります。なお、トンネルの最深地点には、青色と緑色の蛍光灯による目印がありましたが、北海道新幹線の開業前に撤去されました。青函トンネルを含む区間は、当初在来線の海峡線として開業しましたが、当初より新幹線規格で建設されておりまして、2016年3月26日から3線機場を北海道新幹線が走行しています。またトンネルを利用して通信ケーブルや送電線が施設されておりまして、通信や送電の大動脈でもあります。このトンネルは日本鉄道建設公団により建設工事が行われまして、公団を引き継いだ独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構がトンネルを所有しています。トンネルを走行する列車を運行している JR 北海道は、機構に対してトンネルの使用料を支払っています。その額は租税及び管理費程度とされておりまして、年額4億円であります。またトンネル内の鉄道施設部分については、JR 北海道所有として整備されておりまして、この部分の維持管理費は年間8億円となっています。1999年度から改修事業が行われておりまして、事業費のうち3分の2を国の補助金で賄い、3分の1を JR 北海道が負担しています。これはね、海底にあるため施設の老朽化が早いことで、線路を管轄する JR 北海道にとって、青函トンネルの保守管理は大きな問題になっているんだそうです。人間の開発能力というのはね、非常に優れておりまして、特に日本人はね、このトンネル工事に関しては世界でも最先端を行っています。そういった技術がトンネルの採掘時に大いに発揮されています。それでは皆さん、今日も良い一日を。